じゃあな、ルーク。元気で。ガイ！どうしても行っちまうのか。このまま屋敷で暮らせば。ルーク、それはできないって言っただろ。俺の正体もバレちまったんだ。今まで通りってわけにはいかないさ。旦那様だって、自分を狙っていた敵の息子がそばにいたんじゃ、落ち着かないだろ。でも、ガイはもう復讐するつもりはないって。ああ。だけど、これが一番いいんだ。分かってくれよ、ルーク。ガイ。本当のこと言うと、俺も結構寂しいんだぜ。あ、復讐のためにこの屋敷に入り込んだはずなんだけどな。何年も機会を伺っているうちに逆に情が移っちまったっていうか、奥様や他の使用人たちに家族みたいに気にかけてもらったり、やんちゃなお坊ちゃんの世話を任されて、そのお坊ちゃんと毎日大騒ぎして怒ったり笑ったり、家族を亡くしたあの時から忘れていた人間らしい感情をいつの間にか取り戻していたんだ。ここは俺にとっても大切な場所になっているんだなって。ガイ、そんな顔するなよ。二度と会えなくなるわけじゃないんだし、キムラスカとマルクとの関係はこれからもっと良くなるはずだ。そうすればもっと頻繁に行き来ができるようになる。お前もマルクとに遊びに来ればいい。うん、そうだな。そういえばお前、マルクトに帰ったら伯爵家を継ぐんだろ。なんか想像つかないんだよな。そういうなよ。俺だって今さら自分が貴族として屋敷を構えてふんぞり返ってるのなんて想像できないさ。自分で動く方が楽だし、使用人生活が性に合ってるからな。あっちでもじっとしてられないと思うけど。主自ら屋敷の掃除したり買い出しに行ったり、変わり者の伯爵って呼ばれるぜ。ありえるな。まあなんとかなるだろう。おっと、そろそろ行かないと船が出ちまう。ガイ。うん。元気で頑張れよ。ああ、お前もな。また会おう。テイルズ・オブ・ジ・アビス、スペシャルフォンディスク。ガルディオス伯爵の華麗なる日常。ガイ・ラルディア・ガラン・ガルディオス、ただいま、マルクトへ帰還いたしました。長く職務を放棄したこと、心よりお詫び申し上げます。うん、ご苦労だった。無事の帰還、嬉しく思う。堅苦しいな、性に合わんな。もっと気楽にしろよ、ガエラルディア。はあ、しかし、陛下、ガルディオス伯爵家の後継者の正式な挨拶なのですから、それなりの形式は保っていただかないと。いいじゃないか、ジェイド。知らない間柄でもないんだし。まったく、あなたという人は。しかし意外でした。あなたが本当にこちらへ帰ってくるとは。ルークがダダでもこねて強引に引き止めていると思ったのですが。おいおい、ルークも随分成長したよ。もう俺がそばについてお世話をしなくても一人で立派にやっていける。そうでしょうか。今こそ彼にはそばで支えてくれる存在が必要な気がしますが。どうせならルークも一緒に連れてくればよかったんじゃないか。陛下、ルークがレプリカであることはパブレ公爵家の者みんなが知ってるんだろ。直接何か言われなくても態度の変わる者はいるだろうしな。キムラスカで暮らしにくいならこっちに住めばいい。俺たちは大歓迎だぜ。なあ、ジェイド。それはそれで大変な気がしますが、何しろ気まぐれで常識外れな皇帝陛下のお相手をさせられるわけですから、私ならおすすめはしません。おい、たく、本当に口の減らないやつだな。とにかくルークにその気があるなら呼んでやればいい。はあ、本気なんだろうな。話してもルークが嫌がるような気もするが。おっと、そうだ、お前のこれからのことなんだが。はい。ちょっと困ったことになっててな。伯爵家の爵位はすぐにも返せるんだが、問題は領地の方でな。ああ、
ガルディオス伯爵家の領地だったほどはもうないのですから、もともと領主の仕事など務まるとは思いませんし、食うに困らない程度に何か別の仕事をさせていただければと。そうか、そう言ってくれると助かる。は？いやー、これで俺も安心だ。なかなか引き受けてくれるやつがいなくてな。陛下、俺は一体何を。お前の仕事は俺のそば好き、俺の部屋にも自由に入る許可を与える。つまりブーサギの世話係ですよ。おっと、そっちに行くなよジェイド。はあ、なんかこう呼びにくいな。人間の方に聞かれたらにっこり笑って嫌味の嵐だな。いや、あの旦那のことだから問答無用で不術が飛んでくるか。おお、なんだ、お前は人間の方と違って愛想がいいな。サフィール、鼻水つけるなよ。まったく、どうしたんだ、腹が減ったのか。もうすぐ餌の時間だから我慢してくれ。あって、服をかじるな。あ、いや、格好悪いところを見られたな。失礼いたしました、ガルディオス伯爵。いいって、そんなに堅苦しくしないでくれ。俺もこの城の使用人みたいなもんだからさ。でも君たちの方が先輩だし、陛下のお世話をするにもいろいろ教えてほしいこともあるしね。はい、私でよろしければ何でもお聞きください。そうかい、ありがとう。そうだな、とりあえずあんまり人が来ないような穴場はないかな。人が来ないような。城の中をまだよく把握していなくて、ちょっとした息抜きをするのにいい場所はないかと思ってね。陛下の思いつきで突然呼び出されそうになっても隠れていられる場所がいいな。まあ、わかりました。いろいろお教えしますわ。助かるよ。それから、これは俺たちだけの秘密ってことで。ええ、もちろん。では準備は進んでいるのだな。あのネクロマンサーが任務でグランコクマを離れている今がいい機会だ。そりゃ分かっている。しかし決行には証拠を残さぬよう細心の注意を払う必要が。誰だ、だが、だ、なんだこの汚い生き物は。これは陛下のペットでは。いまいましい。囚人も脳なしならペットも利口そうではないな。おい、どこに行ったんだ、出てこい。ああ、ここにいたのか。アスラン、ダメだろう、勝手に歩き回っちゃ。これは申し訳ありません。お話の邪魔をしましたか。ガルディオス伯爵。ああ、ここは広大な庭の中でも特に静かでいい場所ですね。皆さんも政務の間の息抜きですか。まあそんなものだ。早くそれをどけてもらいたい。これは失礼よ。ダメだぞアスラン、ほら陛下のお部屋へ帰ろうな。長くマルクトを離れて何をしていたかと思えば、突然現れて陛下のペットの世話係ですか。名門ガルディオス家も落ちぶれたものですな。まったくだ、キムラスカにいたというし、そのようなものをそば使いにするなど陛下も何をお考えなのやら。うん、ああ、心配してくれてるのか、ありがとな。でも俺は大丈夫だ。ああいうのも覚悟していたしな。言いたいやつには言わせておけばいい。それにもうすぐ言えなくなるだろうしな。なんだお前たちは。夜分に失礼します、公爵。ネクロマンサージェイド。
グランコクマを離れていたのでは。重要な任務がありまして急遽戻ってきました。間に合ってホッとしていますよ。あなたをピオニー陛下暗殺未遂の容疑で拘束させていただきます。よくやってくれたな、ガイラルディア。いや、俺は情報を集めただけですし。それが一番重要なのですよ。何しろ相手はかなりの地位にある貴族ですから。以前から不穏な気配はあったのですが、証拠がなくて泳がせていたのです。本当にうまくいったよな。ブウサギの散歩をしていればどこにいようと怪しまれない。それをカムフラージュにして城のあちこちに潜り込んで調べるってのはいいアイデアだっただろう。城の中でブウサギが大きな顔をして歩いていても不思議ではないというのもある意味問題だとは思いますが。それは俺も思った。本当にみんな驚きもしないどころかいろいろ声をかけてくるから。俺の可愛いペットたちは人気者なんだよ。怖がられまくってるどこかのネクロマンサーと違ってな。陛下、本当のことだろ。それにしてもまさか陛下の暗殺計画があるなんて。陛下の革新的なやり方に反発を覚える者はどうしてもいますしね。ま、何かをやり遂げようと思ったら多少の危険があろうとも突き進むだけだ。それで死んだら元も子もありません。これを機にお忍びで町に出かけられるのもやめていただきたいものですね。え、そんなことしてるのか。大丈夫だって。今度からはガイラルディアを護衛に連れて行けばいいだろう。俺ですか。本来は陛下の身辺警護の任についてもらうつもりだったのですよ。信用できて腕も立つあなたなら適任かと思いまして。ジェイド。しかし思った以上にペットの世話係が似合っていますしね。そちらの方が天職かと思いますが。おいおい。ってことでガイラルディア、こいつらを頼むぞ。どうせ俺には拒否権がないんだろうな。わかりました。誠心誠意務めさせてもらいますよ。お前らよかったな。ガイラルディアがいっぱい遊んでくれるってさ。はいわかったから。ところで陛下。なんだ。そのブウサギが増えているような気がするんですが。よくわかったな。一匹新しいのが届いたところなんだ。道理で見慣れないのがいると。おや、とうとうブウサギの個体識別ができるようになるとは。確実に世話係としての経験を積んでいますね。嬉しくない。おーら来い。こいつが新入りだ。名前はルーク。ルーク。ほらここの毛が赤いだろ。だからルーク。ルークも仲間入りですか。そのうちガイとかティアとかアニスとかナタリアも増えるかもしれませんね。は、いいかもしれないな。仲間は多い方がこいつらも嬉しいだろう。世話は頼むな、ガイラルディア。それだけはやめてください。いい天気だ。散歩日和だな、ルーク。お前も呼びにくいな。いっそピオニー陛下に習って可愛い方のルークとか。なんだ、気に入ったのか。でもお前のこと知ったらルークはなんて言うだろうな。怒るか、それとも大笑いするか。そうだ、ルークに手紙を書いてみるか。こっちに帰ってから会ったこととか、俺は元気でやってるってこととか、もちろんお前たちのこともな。それであいつからも返事が返ってくればいいんだが。あいつ日記は書いてるけど、もしかしたら手紙なんて書いたことないんじゃないか。教えておけばよかったか。元気でいるか、ルーク。俺はそれなりにやってるぜ。またいつかお前に会える日を楽しみにしている。
きっとまた会おう。